ミッションをこなして賞金を稼げ、ミッションインポッシブル。今回アイルトンモカのチャンネルに出てくれることになった女の子と、マッツーとジュン、まあ、この3人で、まあ、クリスマスパーティー、まあ、クリスマスパーティーって言ってもチキンとピザ、はいで、まぁ、軽くアルコールぐらい。あ、はいはい。まぁ、ちょっとゆるい、まぁ、企画を3人でやるんですけども、はい、この企画中に、こちら側から、マッツーと順に、ミッションを出します。はい、このミッションっていうのは、例えば、まぁ、バレずに何々しろであったり、笑わせろであったり。あで、マッツーと順個人個人で出すのもあれば、2人で協力してやるミッションもあります。はいはい、で、女の子は当然、このことは知りません。はいはい。で、このミッションを成功させるたびに、今回なんと賞金が出ます。賞金？はい。ということでね、もう間もなく準備が整うと思うんで、はい。早速やっていきましょう。それでは、スタート！ジュンにミッションいきます。ジュン、ちょっと一回洗面所行ってください。ちょっと大きめの布かぶったやつが置いてあるんで、ちょっとそれを布かぶったまま持ってきてください。実は、絵描くのとか物作るの好きで。絵描くのとか物作るのがめっちゃ得意で。で、今日、なんか俺の自信作を持ってきてんだけど、うん、ちょっとそれ見てもらって、ちょっとそれ見てもらっていい？オープン。誰？で、その作品を1分以内にセイナちゃんに1500円で売り込んでください。これ成功した3000円獲得です。それじゃあスタートです。何すかそれ。これ何？これだ、新しいさ、何ですかこれ。ダンゴムシ。で、家とかさ、結構こういうとこ、こう置いてたりとかさ。あー、かわいい。かわいいでしょ。かわいい。インテリアとして使えるんだ。確かに、売れそう。売れるじゃん。インテリア。これ、せいなだっていくらで買う？もし買うとしたら。いや、さすがに2円ぐらい。2円。逆にさ、こんなでかいの家に置くんでしょ、うん、逆にお金欲しいぐらいだ。間違いない。頼む、頼む、頼む。マジ頼む。終了。1500円。はい、失敗でした。そしたら次マッツーにミッションいきます。トイレ行くわって言ってトイレに行ってください。あ、ちょっとトイレ行きます。そこでピロとちょっと服入れ替えてもらって、ちょっとマッツーになりすましてもらうんですけど、バレた時点で終了です。秒でバレんだ。1秒につき50円獲得、はい、で、なんでちょっとマッツー、ピロに指示というか、こういう、俺はこんなんだよみたいな、こういう風に立ち振る舞ってみたいな指示も出してください。で、これはマッツーの賞金になります。マッツーなのかな。いるよね、こういうね。あ、行きました。マジでたまにいいんだよ。なんや、ちょっとそれ触れてほしい、ちゃんとちゃんとマッツー触れてほしい。あ、最初にフード。あれ、バレてない。あ、バレてない、まだバレてない、バレてない。あ、気づいてる。あれ、あれ、どうしたの。いや、わかんない。もうなんか、あれね。あ、気づいてない。すげえ、気づいてない。なんか喋ってください。フードかぶって下向いてるのもうダメです。マッツー、あれ、あれな、好きな食べ物とか何なの。そのカルボナーラ。カルボナーラ、へえ。マジで疑われてる。気づいてねえんだ、うん、ちょっとやばいんで、ちょっとフード取ったらどうなの。そうですね、フード取りましょう、うん、ピロちょっとフード取って。分かんない。誰。気づいた。今え？2分いったんだけど、すげえ。いや、めっちゃ誰。はい、戻ってください、カメラと。なんと120秒かける50円で6000円獲得です。あ、いると思うか。じゃあ続いていきます。マッツへのミッションですね。とりあえず、ジュン、ちょっと、台所の方にちょっと、誘導してもらっていい？セイナちゃんを。まず、その隙に、セイナちゃんのコップを、舐めようとしてる感じで、停止してください。舐めようとしてる絵で。こう、舐めようとしてる感じで。セイナちゃんと戻ってきて、おー、松、何やろうとしてんだよ、みたいな感じで止めてください。おー、お前、何してんの、おい。何してんの。ねえ、松、せいなちゃんのコップペロペロしようとしてただけだよ。何してんの。せいなちゃんのコップペロペロしようとしてただけだ。いや、ダメだ。いや、ダメだ。その状態から1分以内に LINE を聞き出してください。せいなちゃんからか、聞き出せたら2000円です。LINE って教えてもらえないの。ド直球。ペロペロとかをそんな頻繁にするわけじゃないでしょ。よっぽど気に入った子じゃないとペロペロしようとはしないんで。キモい。ここは僕のよりキモい誠意という。
どうでしょう。いやいや、どうですか。あ、全然大丈夫です。大丈夫。オッケー、笑った。まあもう2000円獲得ですね。2000円獲得です。獲得。じゃあ次のミッションいきます。次のミッションは、対決のミッションですね。もしも、痴漢をするなら、胸か尻かで、二人で討論してください。で、勝った方が、負けた方から1000円もらえます。で、判定はせいなちゃん。じゃあ、マッツー胸派で、おい、この前の話俺はまだ納得してねえからなの話し出しから始めてください。じゃあ行きまーす。スタート。でも、ジュン、俺、この前の話まだ納得してないからな。胸だろ。へへ、ケツだ。胸だ。ケツだ。ケツに決まってる。下半身ダメだろ。せいなちゃんどう思います？痴漢するなら、胸派か、ケツ派かの話で、こないだからジェンと揉めてんの。何聞くやつ？胸だろ、お前。ケツだよ。初対面のこの、お前、下半身いきなり触ってんの。いやいや、胸は、胸はね。せいなちゃんに、どっちか尋ねてください。せいなちゃん、どっち派だと思うんです。痴漢するなら、胸派か、お尻派、どっちが正しいと思います？いやでもお尻の方がやりやすいですよね。順の勝利。2から1000円引かれて順2000円足されます。じゃあ次マッツーに行きます。1分以内にせいなちゃんから何食べました、このワードを引き出してください。むずいな。成功したら1000円獲得です。それじゃあスタート。ちょっとトイレ行きます。すいません。はい。めちゃくちゃトイレ行くやつ。なんだなんだ。えなんだ、トイレ、トイレに行って。出ろ出ろ出ろ。トイレからうなり声。うち出そう。いや、これはうまいよ。これはいけんじゃない。うまいね。大丈夫ですか。いや昨日な、外国人にな、変な色のあれ。気になる、気になる、気になるね。やっぱあれしなきゃよかった。あれのせいだ、絶対。あれだけはやっぱダメだ、みんなに教えたい。あれだけはもうダメだ。聞いてくれと言わんばかりの。お、来る。あれだけはダメだ。来るか。あれだけはダメだ。出ない出ない。出ないです。カンカンカン、アウトです。終了です。いや惜しいな。じゃあ続いて順位いきましょう。バレずにごっそ成功させてください。どういうこと。キッチンにごっそあるんで。どういうことよ。バレずにごっそ成功させたら1000円獲得です。これはマッツーは一応チームじゃないからね。うん、何にも喋らないパターンあるぞマッツー。ほら。わざわざ気引く必要もないから。うん。あゆとも か。わ、かわいい。あ、いいね。いやいや、めっちゃかわいいじゃん。バレんじゃないの。振り返られたら終わるぞ。あ、ハーフか。鼻詰まってる、鼻詰まってる。いや、ちょっと鼻、鼻がいっぱい。鼻がいっぱい。そうそう。行くか、行くか。何？バレた？わかんない、わかんない、わかんない。見えてはいた、見えてはいた。かわいい。見えないけど抜けてるかどうか。お前なんて俺、成功じゃないですか、これ。バレてない、セーフ。セーフ、セーフ、セーフですね。はい、ジュン、1000円獲得です。おい。そしたら次のお題に行きます。松本人志がお笑いは緊張と緩和だと、そう言いました。まず気まずい空気を作って、そこから一気に爆笑を取ってください。これはちょっと難しいのでシンキングタイム、3分設けます。じゃあシンキングタイムいきます。スタート。これができたら、賞金3000円です。一切話しません。ちょっと量、ちょっとこっち。お、なんだ、マッツーがちょっとなんか思いついたか。おっと、来たかな。いけるかな、いけるかな。緊張と緩和です。それじゃあ行きましょう。スタート。あれ、ジュン、申し訳ないけどさ、買い出し先行ってくれるか。この回の最後でデザート俺作ろうと思ってたんだけど、それがちょっと足んないから。買い出しか、行ってもらっていい。ごめん、ちょっと買い出し行ってこいよ、ジュンと。これ多分どうやらマッツーが指示出してるみたいですね。なんか思いついて、こっからまず悪い空気になるはずだからね。おい、おめえらや、順に言っとか。あれ今日お前全然撮影集中してねえじゃねえか。すいません。いいねいいねいいね。あいついないから。最悪な空気だ。あんなやついねえ方がいいだろ。おい、一回じゃあ空気入れ直すぞ。おいよ、じゃあ空気悪いよ。残ってから笑った笑った笑ったな。陰口とかじゃないよ。いや俺も
あれ？まあ見事成功にしましょう。賞金3000円獲得です。ということでちょっと以上すべて終わったんで、これからそちら側に向かうんでちょっと繋いどいてください。話すること。はい、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。ということで今日の企画はですね、裏で様々なミッション出してまして、そのミッションを2人が遂行すると賞金がもらえるという企画を裏でやってました。はい、ただねこれちょっとね、ああ想像以上の賞金が出て、これがちょっと待って、えでこれちょっと10です。純が12,100円、そしてマッツが24,100円獲得。じゃあ俺ちゃん、一つ言わして、一つ言わして、金額設定おかしくない？それは待って、おいだよな、おかしい。俺さ、聞くたびにさ、やりたくねえなって思うの。安いから。歌とかお前あれ1万もらってるからな。地獄だったもん。間違いない。マジで予想外にセイナが結構ヤバかった。ちょ、先生さ、中卒のやつあったから、で問題出してっつってさ、5×12 はみたいな、俺51っつって、あ、そっか。あれヤバかった。しかもさ、動画回る前にさ、国の話してて、俺タイのハウなんだよねって話してて、あ、タイって中国でしょとか言われて。マジでバカだなと思って。何かやってるだろうなと思ったでしょ。まあなんか様子おかしいなみたいな。ということで、セイナちゃん、有友香出ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。